ここにさ、どうなってね、ここに立ってきたんですよ。使用を禁止としますので、ご協力をお願いします。会場前の広場は大変危険です。演習館、前方のロープより前には絶対に出ないでください。また、戦車が射撃をする際、大変大きな音がしますので、ご注意ください。なお、霧などの発生により、車種および前進観測班から目標が確認できない場合は、実弾射撃は行わず、射撃号令のみ放送することをあらかじめご了承ください。次に、演習構成について説明します。演習は、第1部、暗視装置を使用した射撃、第2部、各種の戦場照明および照明下の射撃、第3部、防御における火力戦闘の3部構成です。続いて、広場に展開している火器および部隊の位置を緑と赤のランプで説明します。ここでは説明のため、射撃部隊が使用するランプを緑から赤に変えますが、演習館の赤ランプは射撃をする合図となります。向かって左手から、87式対戦車誘導弾です。小銃および機関銃を装備した小銃班です。携帯対戦車弾です。 84mm 無反動砲です。89式装甲戦闘車です。90式戦車です。74式戦車です。丸人式携帯戦車誘導弾です。以上で、広場に展開している火器および部隊配置の説明を終わります。なお、特化部隊および発見